乙女芸世界はモブに厳しい世界です。羊から学ぶお茶会講座 in スワローテイル。皆さんこんにちは、好評放送中のテレビアニメ乙女芸世界はモブに厳しい世界です。ビヨン4バルトファルト役の大塚武雄です。はい、皆さんこんにちは、オリビア役の一ノ瀬かなです。はい、なんか景色がもう全然違うんですけれども、なんだかおしゃれな場所です。あんまり大きい声出さない方がいいのかなって。確かになんかちょっと高級感あるから、なんかお上品な気持ちになっちゃいますよね。池袋にある羊喫茶スワローテイルさんに来ています。はい、こちらは洗練された羊やフットマンが季節に応じた紅茶やケーキを提供してくれるティーサロンでございます。はい、羊喫茶は来たことはない。いや、ないですね。ですよね。一ノ瀬さんもない。私も今日初めて来たんですけれども、結構あの噂自体はあの耳に入ってきていて、はいはい、まあ、池袋にあるんだっていうことは知ってはいたんですけれども、個室っぽくなってるところがあったりとか、結構カーテンで区切られていて、なんかプライベートというか個々のなんて言うんでしょう、空間みたいなものがなんか意識されてるんだなっていうふうに思いましたね。隅々までおしゃれ。いや本当ですよ。結構洋風な、ちょっとそうですね、洋館っぽい感じで、とてもおのぼりさんみたいになっちゃった東京に初めて来たみたいな感じですけれども、はい、そんなスワローテイルさんになぜ来たかと言いますと、はい、うん、リオンたちが通う学園ではお茶会を開いて女性と交流するというしきたりがありましたよね。そうですね、うん、2話に、リオンがルーカス師匠ですね、師匠からお茶会を学ぶというシーンがありました。はい、そしてあのリオンとあのオリビアちゃんが一緒にお茶会をしてティータイムをやるっていうシーンがあったんですけれども、見ましたね。うん、こうリオンはひどい目に遭ってましたけどね最初もうなんか帰っちゃってましたよねはい、まあ、それを、こちらでそれを、まあ、再現というかしましょうよという感じでございますけれども、はい、はい、そこでですよ、はい、ただ私たちがお茶を楽しむだけじゃつまらないと思います。いやいやいや、そんなことないですよ。なのではい、もうこれはもう決まったことなので頑張ってもらいますあのリオン役の大塚さんが紅茶の入れ方を学び、オリビア役の私がきちんと提供できたかをジャッジしていきたいと思います。なるほど。なんか私も普段からちょこちょこ飲んではいるんですけれども、簡単なものとかだとなんかプレゼントに買ったりとか自分に買ったりとかして飲んでおります。なので結構紅茶の味は知っているかもしれないですね。かもしれない断言はしないんですねちょっと保険をかけておきましたもちろん羊の体験は初ということで。いや、もちろんそうですよね。もちろん、もちろん羊役とかもまだないですか。そうですね、うんうん、羊役ないんじゃないかな。お、じゃあこれが本当に初お披露目ということで。そうですね、今回は羊として、はい、頑張っていただきます、はい、ぜひ皆さんお楽しみにということで、はいはい、実際に羊さんから紅茶の入れ方を教えてもらいましょう。はい、じゃあ大塚さん意気込みをお願いします。はい、いやでも本編でもね、リオンも紅茶の入れ方を学んでね、お茶会開いてたんで、リオンに負けないように美味しい紅茶作れたらと思います。頑張ります。頑張りましょう。始めよう。